はい、やっていきたいと思います。でね、編集してる時にいろいろ気づいたことがあるんで、ここで思い切って言っちゃいますけど、ブレイドコンボをやってる時にキャラクターの周りにその白い光がいくつか回転してるように見えたと思うんですけど、あれここはキャンプ地に使えそうだ。巣作りするのに悪くねえ。鳥だからな。あれですね、その光がいくつあるかによって、その必殺技ゲージがいくつ溜まってるかっていう目安になってるらしいですね。で、そのブレイドコンボについてなんですけど、戦闘中にその右上に表示されてるやつがあったと思うんですけど、あれは何でしょうね。やっていっていきましょうか。全員抜刀。ピヨピヨ泣くなよ、ピヨッコども。ここで必殺技ゲージまず食べたいんだけどな。オッケー。特攻じゃなくても結構ダメージ量多いね。ブラインドエリア。今これですね。で、ここで必殺技を使う。で、今地属性で、次は火属性にするか地属性を使うかみたいな。今右上の表示出てると思うんですけど、左からその2番目の列のところ、火と土のところ、ここでこれ使う。火属性の技を使って、で次に風属性か地属性の技を使う。そうすると使った属性によって封印効果をつけられると。ようやくわかった。ようやくわかったよ、このゲームの内容が。ただゲージが溜まる気がしない。あ、これメジャーボルカニック。ミスった。オッケー、ドライバー封印、封鎖封印。ようやくなんとなく理屈が分かってきた。よし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 。ワンダムはあれか。ブレード同調できないのか。配列変更しよう。どうしよっかな。ワンダムそこまで、でもワンダムにヘイト集めるようにすればいっか。防御力、ヒットポイントは結構高いしね。で、違う。与えるダメージアップ、防御力は、防御力じゃない、ヒットポイントは高い方か。トラよりもヒットポイントは高いね。これでもいいような気がしてきた。それかヘイトをワンダムの方に向けられるようなやつねえかな。ワンダムって正規メンバーなの？パーティーメンバーなの？
これか。ヘイトを一定量持った状態で戦闘開始される。極楽鳥の首飾りの方がいいかな。で、体力をアビスエッサの方がいいのかな。これで多分いいとは思うんだけどね。レックスはなんだかんだ使いやすいから今後も対応していきたいところ。よし、やってやる。私たちの力です。何が出るかなっと。ブレイドコンボもちょっと編成もちょっと考えた方がいいな。風属性はもう間に合ってるしな。こいつは氷属性。こいつ一回使ってみたいな。役立ってみせよう。ソーダパー、ワイルドエッジ。ん？自分を狙って敵を攻撃した時特効か。ドライバーアーツで増加するヘイトが 50% アップ。これヘイトを集めるやつか。まあいいか。ソードアッパーブレイク効果、ワイルドエッジ、デュアルサッシャードライバーアーツ中敵の攻撃を回避する。あ、この技が出た時に敵の攻撃を回避するんだ。いいかな。ブレイクダウンは結構使う場面が多いか。あとはドライバーアーツでヘイト集めるか。ソードアッパーブレイク効果をつけて、まあこれでいけるな。これでいけそうな気がする。いけそうだね。でこれね、ハンマーヘッドは特殊ノックバック。これでいっか。まあ、でもいろんな敵と戦った方がいいか。レックス、油断するでないぞ。はいはい、わかったよ。ブラインドエリア。結構かっこいい技のも動きすんな。気持ちいい。高ヘッド、高ヘイト、ほう。ヘイト集めすんでない。よし、来た。デッドムウィンター。おっしゃ、ブローフィン。これキリないな。逃げようか。
うん。あそこはあいつらの巣になってたんだよな。でもようやくなんかブレードコンボの仕組みが分かってくれた、分かってくれたっていうか分かったんでよかったかな。よし、イベント進む。アルドンか、おあつらい向きだな。レックス、アンカーを使うのは得意。まあ、そこそこには。ちょっと貸してみろ。何をする気だ、あのおっさん。足？崩しおった。すごい、ウォンカーで輪を作れるなんて。伸びきったところでワイヤーをたわませるのが実践でやってみせろ。アンカーショットに新しい効果が追加されたかな。お、これだね。ワンダムから、アンカーの使い方をレクチャーされましたね。これでレックスのアンカーショットにダウンの効果がつきました。ただし闇雲にアンカーショットを使っても、エネミーをダウンさせられるわけではありません。エネミーがブレイクしたタイミングを狙ってアンカーショットを打ってみましょう。あ、これドライバーコンボだな。エネミーをブレイクさせるアーツをニアが持っていたはずです。ニアがエネミーをブレイクさせるまでアンカーショットを温存しておきましょう。ホムラブラインドエリア。ホムラのゲージがた、もうこっちでソードアッパーでブレイク、こっちでブレイク使った方がいいんじゃないか。心強いね。はい、ドライバーコンボゲージ、ゼロになる前にダウン効果のあるアーツを叩き込むと大ダメージを与えることができる。これをドライバーコンボ。ドライバーコンボは、ブレイク、ダウン、ライジング、スマッシュの4段階までつなげることができます。レックスたちが使うことができるアーツの中にはドライバーコンボをつなげられる効果を持ったアーツもいろいろあるので試してみてはいかがでしょう。とその前にまずはアンカーショットでアルドンをダウンさせてブレイクからつないでいきましょう。うん、ホムラがまだゲージ溜まってないんだよね。あれ、もしかしてニアにブレーキ効果のあるアーツセットしなかったっけ。ジャガースキャッチか。あ、違うな、なんだっけ。自分でやった方がいいわ。あー、ホムラに変更できねえ。ドライバーコンボ全然決めれてないな。ワンの頃にもあったはずなんだけどな。一度見ただけで物にするとはな。やるじゃないか。いや、できてないです。全然できてないです。いいかお前ら、ドライバーのアーツってのはな、何もブレードの力に頼ったアーツが全てじゃない。自分の力を使ったアーツ、相手の力を利用したアーツ、いろんなアーツがある。そのアーツを駆使してブレードを守るのもドライバーの役目だ。ブレードを守る？そうだ、ブレードに頼り切るな。流れてくる力を常に意識しろ。無駄遣いせず、確実にアーツを決め守れ。それができて初めて一人前のドライバーになれる。一人前か、なんだか遠そうだな。そうでもないさ。さっきの技だって得得するのに俺は5年かかってる。5年も長いな。だがお前は一度見ただけで物にしちまった。
レックスをサポートするニアやトラの動きもなかなかどうして大したもんだ。お前ら見どころあるぜ。なんだかこそばゆいね。おっちゃん顔怖いけど結構いいやつなのかも。今頃気づいたか。はアーツの設定だね、まず。アンカーショットのあの小技、5年もかかったのに、見ただけで覚えたじゃねえかって言われたけど、全然できてねえから。全然できてねえから。どうす、アーツは、どれで設定できたんだっけ？これか。バタフライエッジ、これだよ。ジェミニループと変えたんだっけ確か。力任せじゃなくてコンボとかも決めていこうか。側面からこれ絶対、俺が操作した時でしか使えないよな。ジェミニループ。バンバンブースト。あ、これダウン状態にするできるんだ。セットするアーツも。ライジング状態にするの結構しんどそうだから、これはやめて。ぐるぐるカッター、これでヘイトを集める。こんな感じでいっか。こっから行くんだな。俺たちの力見せてやろう。トラとハナのコンビは無敵だもん。そうだ、バッシュ。気を引き締めていく。俺も同じ気持ち。今使うの？よし、崩れた。こういう方に飛ぶぜ。ブレイク。よし、今アンカーショット。おー、ダウン。よし、これで相手動けなくてですよ。よし、オッケー。光属性、キサダイフに無理だ。あ、トラがダウンさせてくれた。ダブルスピンエッジ。オッケー。ドライバーコンボの方が比較的決めやすいかな。いいよ、相手になってやる。こいつか。こいつ強かったもんな。動きを止めないとダメかな。ほら、忍者。
アンカーショット。いや、今の相手は花火に伝わってくる。バッシュ花火、よかった。ナイスゴール。いいじゃん。ダブルスピンエッジ。私たちの思い崩れなくです。崩れろ、あんたの出番だ。ストーン、ボルケーン、ダウン、ボルケーン、次地属性、壁属性ないんだよ、行かずにしちゃってんな。よし、さっきとはだいぶ変わってきたぞ。お見事じゃ。こんなん朝飯前。強い敵と戦う時はこのドライバーコンボが重要になってくるかな。相手を動けなくする時間が増えるだけでも、それだけでもこちらが有利になるから。ダウンさせたいんだけどな。ナイス、ダイヤクガヤクラッシュダウン。私一人でも大丈夫だったんじゃない？あ、上か。ニアのアーツ設定した方がいいよ、絶対。崩し効果があるアーツ持ってるやつ誰だ。ドライバーブレードアーツよりもドライバーアーツの方が比較的決めやすいかなと。アーツは見るにはこれで、これしかないかな。これだ。ボール、これも回復か。ボール使う、この人か。ん？シュラとヒリュウ？シュラの方がいいかな。ありがとうございます。ハイヒーラー、あ、これコモンブレイ、あ、これ武器ごとか。じゃあ武器が被ってもその武器ごとに共有なんだな。そういうことなのかな。アクロバットボマーをどう使う、どこに入れ替えるか。ファルコンターン、ダウン状態の敵を、攻撃した時与えダメージが 50% アップ。これいるな。ドルフィンスラウンドヒーリング、ドルフィンスピン、ドルフィンスピンはいらないか。あと、よし、こんなんでいっか。さあ、ここ本当に生き物の体内の中か。到着。やりましたね。これ来るな。あれはやはりな。アルス、
確認された異常な力の反応ってこれのことだったのか。ああ、見ての通りだ。老衰というわけではなさそうじゃの。事故に巻き込まれたか、あるいは何者かによって倒されたか。じゃあ誰が。ああ、その何者かが出てきたっぽいな、これ。あれ、大物だ。ワルスの死に煽られて迷い出てきやがったが。え、あいつドライバー、ドライバーのほう。のんびりしててよ、しっかりして。崩れろ。相手は花ですもん。あ、しかもドライバーだこいつ。弾かれてんだ。ブルータルランス守る。もいや、守る。ではハナでお前のチャンスに任せてくれろ。かっこいいとこ。よし、アンカーショット。ダウン。あんたの出番だよ。ハッ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 ハ。よし、ダイバー。アメージン、風属性ナイス。もう僕はサポートだもん。どうだ、勝った。おもろー。バッシュ。ありがとう。オーチョージ。ガチガチシールド。イーグルアイ。はっ。崩れろ。パワーを持ち刺激。私がお守りいたします。転がれ。オッケー、ダウンブロー系の時間アップ、パーティーゲージ上昇量アップみたいな感じなのかな。大丈夫か。ナイスダウン。お、来た。いいね。ドライバー封鎖封印。あ、時間が増えたっていうのはそういうことなのかな。そのブレイドアーツの受付時間が、あー、属性玉が回ってる。地属性に耐性がついてしまったか。It's down! ここはストーン。これ火属性行った方がいいな。はい、グッ。火属性メジャーボルカニックいけるかな。あの地属性に耐性できちゃってるから無理かな。当たりダメージが少なくなっちゃうかな。アンカーショット、オッケー。弾かれた。ドライバーアーツ、違う、ブレイドアーツ中はそういうことか。水属性ないんだよね。エンドミー。風属性ないっす。無理、諦めよう。よし、そうした。レアコアクリスタルゲット。あとコモン2つ。
うん、分かってくれると楽しいね。ブレイドがコアクリスタルに。モンスターがブレイドと同調していたんですね。トラは同調できなかったのに、モンスターのくせにずるいもん。でも今は花がいるですもん。花優しいな、花ちゃん。これがドライバーを失ったブレイドの姿さ。もう元には戻らない？いや、しばらく経てばコアの光も元に戻る。そうすればまた同調できるようになる。ただし。ただし？そん時には以前の記憶はない。まっさらな新しいブレイドとして誕生することになるんだ。ほう、そうなんだ。なんだか悲しいね。以前のことを覚えていないなんて。覚えているからこそ辛いこと苦しいことってあると思います。コアが存在する限りブレイドの寿命は永遠。その永遠の時間を記憶のせいで苦しみ続けるとしたら。ホムラ、ごめんなさい。忘れることができるのも幸せなんじゃないかって思ったんです。実際ホムラがそうだからか。本来の目的を達成しまおう。ホムラ誰から生まれたんだろうな。それはコアクリスタルだもん。アルスの中から。ブレードのコアはアルスから生み出される。マジっすか。こいつはまだ何者とも同調していない正真正銘生まれたてのコアだ。このコアは今後あまたのドライバーと出会い、その死を経験し、そしてまた記憶を新たにして別のドライバーと同調していくんだ。アルスの死、ドライバーの死、数え切れないほどの死の上にブレードはある。意志ある再生が歴史を作っているんだ。長い長い人以上の歴史をな。人以上。けなげな女の子やな。まだホムラはレックスたちにも。ホムラは出会った時からあの姿だった。ホムラのドライバーはまだどこかで生きているんだろうか。それとも。もう、同調できないのかい。同調していいのかどうか分からんけど、レックスにセットするか。ニアにするのにも。あ、いや、ニアはもう なんだろうな、ブレイク技担当だからレックスにすっか。マジっすか。運を強化しよう。アクセサリーで。運を強化して、レアブレードが手に入りやすいような感じのやつを。運の数値上げるようなアクセサリー、確かあったような気がするんだ。あった、これだ。バニットチョーカー。さあ、念のためコモンブレードでもレアコアクリス、レアブレードが誕生するか一応試してみよう。誠実、まあ、使うか。
顧問からだと多分顧問しか生まれないと思うんだよな。念のため実験としてね。やっぱ顧問だな。ヤギュ水属性か。あ、いや、いっす。さあ試してみるか。ほんと頼むよ、いいの来いよ、いいの来いよ、いいの来いよ。思えばこういうのって俺苦渋なかったような気がするんだが。お！来た！やったぜ！しかもなんか色っぽい。さあ参りましょう。おお、いいね、やったぜ。ローラ攻撃、氷属性か。プライマルランス、必殺技か。ブレイドアーツ、命中アップ、リアクション無効、ほう、デバフ消去、ほう、守り手、どうしちゃう？こいつは防御か。まあ、でもこい、まあ、でもつけてもいいか。同じ氷属性だし。トキハさん、お願いします。私の力、存分にお使いください。